智也と重松千春のアンスタケッツお話だ。始まったね。始まった。いつもお世話になってます。ラビッツ市の始め役の高坂智也です。お願いします。はい、皆さんお世話になっております。あれから井戸綾瀬麻友役の重松千春です。お願いします。お願いします。はい、はい、第3回始まりましたよ。あ、もう3回ですかね。うん、早いね。早いね。もう慣れた？このペースで会うの慣れた？いや、もう一生慣れないと思う残念だねいつも会ってるもんね。なんだかんだね、うん、そうだよ。電子世界とかでね、会ってる電子世界は慣れてるの？いろんな世界線はね。電子世界はセーフ、うん、あ、電子世界はセーフなんだ。電子世界とかね、電波世界とかね。そうだね、いろんな世界で合ってるもんねそうね、そうだけどさ、言い方がさ、よなよなねもういつもね、思ってた、なんかオープニングトーク止まらないから、うちら。わかるわね、ちょっとね、ぽいぽいいかないとさ、編集も大変じゃんそうなのよ。そう、まあね、とりあえず早速始めてから喋っていきたいと思いますよ。思います。早速さ、ほら12月の3日から5日にさ、 ES ミュージックガーデンのさ、リバイバル公演があるわけよ、うん、一度にさ楽しめちゃうんですよ、ずっと MV を。なるほどね。で、ま、それを上映して、ま、ライブ来てんぞみたいな、ね、そうこれさ、また何がすごいってさ、あのゲーム中とかのミュージックビデオにはなかったお客さんの歓声とか、うん、そういうのが入れ込まれてんの、うん、だからすごい臨場感があるってやつが、うん、もう一回リバイバルで公演してくれるってやつですよ。なるほど ねこれね、ほら我らもさ12月5日の配信のやつ副音声でさ、うん、参加させてもらうわけじゃない。ダメでしょダメじゃないよ。ダメだよ。ダメじゃないよ。一緒にみんなで盛り上がろうってやつだよ。なんか別の何かになっちゃうよね、それで。ちょっと俺もね、あのオファーもらった時に大丈夫かな、自分って邪魔じゃないかなって内心思った。最近フェアリーうるせえって評判だからさ最近ね、やけに最近ではない。ということでね、副音声の方お楽しみに続きましてね、はい、して最近のアンスタ活動ですね。はい、皆さん何がありましたか。劇団ドラマチカ、ドラマチカの舞台が、大千秋楽迎えました、もうさ、俺もね、ドラマチカさ、ちょっとゲネプロを見に行かせていただいたんだけどさ、良すぎて今日さ、パンフレット持ってきちゃったくらいさ、ドラマチカよかった。今ならもっとさ、ちゃんとグッズを紹介できるのに、これがさってすげえよかったんだ。え、ね、じゃあちょっと見てみますいや、何これ、ちょっいよいよすげえ良くない。いや、まあそりゃそうなんだけど単純にさ、もう俺ちょっとね、まあちょっと言い方に語弊があるんだけど、うん、物語の方をそんなに重視してないと思ったの。あのアイドルがお芝居してます、うん、あのいつもの最有機です、ほらいいでしょっていう感じだと思ってたの、うん、物語が超良くてさ。そりゃそうだ。いや当たり前だ。すごかったんだって。物語が見たかった。はい、ということで今回もなんとカフェシナモンさんからドリンクの方を差し入れいただいておりますよ。ということで今回は12月1日から始まる冬メニューのドリンクだそうですよ。冬メニュー、冬だって、冬のドリンク。はい、ということで、はい、あ、ちょっとみんな、これ何このボトル、ちょっとおかみ、これはね、10月の30日からカフェシナモンで販売が始まりました、フロストボトルです。フロストボトル、特別にボトルを使用してドリンクをご用意いただきました。ありがとうございます。なんか某バッグでみんながよく買うようなあの、そうねそういうこと言うの好きだよねよく言うよね、そういうこと。またさ、かわいい、 なんかさ、この文字かわいいのシナモンのさ、これ、ね、ここにね、ちっちゃくあるんだよ、下にさピクって、あのフォークとナイフの、可愛くない？あ、ほんとだ、これのことに、あ、これ X じゃないんだほんとだ、目ざといじゃない。はい、ということで ね、こちら今回は、私が冬の、アップルティーソーダですよ。で、こっちが冬のオレンジスパイスティーのアイスですね。うん、じゃあ早速ちょっといただきますか。うん、あ、いろいろ入ってますよ。なんだろう、
いろいろ入ってることある？アップルティーに。あのリンゴの風味がね、最初にバッて口の中に広がるんだけど、なんだろう、結構ねしっかり甘くてシロップ感結構強いんだけど、どうでした？スパイスな感じでちょっとピリピリっとする。でちゃんとオレンジの甘さもちょっとあって、すごい飲みやすくなってる。特にあのちょっとスパイスのが強いから、そういうの苦手な方はちょっとあれかもしれないけど、俺すごい好きだからずっと飲めちゃう。私もこれ好き。多分これね、アップルとオレンジで全然違う気がする。え、マジで？マジで？まだ飲んでないけど。こちら冬だけの限定メニューだそうですよ。だからぜひぜひこの機会を見逃しなくですね。あとさ、他にも冬メニューあるんだけど、うん、ちょっと紹介していこう。いやー、なんか気になるのありますか？今回、スイーツがね限定メニューとしてピックアップされておりますけれども、スイーツ、スイーツ、冬のティラミスパンケーキと冬のフォンダンショコラプレート、うん、プレート？プレートのさ、おしゃのやつね。あのいや、おしゃなの、わかるわかるわかる、この食べていいかどうかわかんないやつでしょ。あそこ食べてるとちょっといじきじゃなく見えちゃうじゃない。そんなことないよ。本当にあそこ舐めていいの？舐めていいの？あそこ。ともやくんは舐めていいと思うよ。俺ガンガン舐めるよ。大体の人はね、この乗ってるね、あのケーキとかをフォークで刺してこうすくってね、そのソースにつけて。なるほどね、今初めて知ったわ。今度から生徒食べんね。フェアリー族はね舐めるからね。舐めて、妖怪扱いでいいんだけど。はい、ということで、毎度懸念していた通りオープニングめちゃくちゃ伸びましたよ。ね、まあそろそろね行きましょうかね、はい、アンスタグッズお話団の第3回ね。3回、はい、じゃあ皆さんご一緒にアンスタグッズお話だんだんダンス第3回の最後までよろしくお願いいたします。よろしくね。だん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 お話だん、アンスタファブケーキグッズ特集。これ名前発表されてたやつじゃないですか。そうなんだよ。なんかね、こう番組をご覧の皆さんはすでにご存知かもしれませんが、一応念のため、うん、ファブケーキの紹介をさせてもらいます。はい、ファブケーキ、うん、ショーケースに並んだケーキを選ぶひととき、ふと時間を忘れ今日一日のとっておきを探してしまうことがある。ワクワクする特別な瞬間、ワクワク。釘付けにされるのは個性豊かなデコレーション。使う素材は似ていても一つ一つ込められるテーマによりそれぞれのコンセプトで表現され、コンセプト、色とりどり自由に姿を変えていく。変えちゃうの？誰かの唯一無二になる商品でありたい。あなただけのお気に入りのケーキを見つけられますように。ほー、2コンセプト。これね、いや気になってたよ。気になってる。これね、フロンティアワークスさんのアンサンブルスターズのグッズのみを作っていくっていう新規ブランドなわけよ、うん、ちょっといいですか、うん、ね、今日はね、実は皆さんにちゃんとそういえばお伝えしておかねばならないね、重要事項が一つまずありまして、なんと朝倉くんが来てくれております。朝倉くん、おかえり。待ってたよ。ちょっとさ、あの、うん、前回の話からします。そんな時間はねえグッズの、ね、紹介お手伝いしていただきますよ。ありがとうございます。お願いしますね、心強いわ。ということでね、早速グラコレカンバ ES6 アニバーサリーラブソウル、はあ、いや6周年の記念イラストを使用したみんなの缶バッジだね。ほら、前編後編でラブとソウルに分かれて今回展開したから、うん、それぞれに分かれております、はい、ランダムでございます、うん、ランダムでございます。あ、これはおっさんじゃない。ちょっとさ、なおくんこっちも行っていこうね。ちょっとさ、あといいね、今回初めから全部用意してくれるから嬉しい。いや、皆さんこれ、何これさ、何サインが入ってますよ。そうなんだよ、サイン入ってんだよ。あ、2枚看板にしよう。どうかな。ね、11月お誕生日でした、おめでとうございます。いや、なんか、うん、今までさ、缶バッジたくさんご紹介してきましたけれども、うんうん、なんかちょっと初めて触る感じの質感かも。わかる、なんかさ、いつもとちょっと違うよね。うん、なんかさ、ツルツルしている。ツルツルテカテカ系ですわ。そう。
あとね、まあ、相変わらずなんだけど、なんかいつにも増してさ、なんかさらにさ、印刷精度が増してあるみたいでさ、うん、すげえんだよ。この線とかさ、この缶バッジの大きさでさ、ほら、よく見るとちょっと線がさ、カクカクしてたりするじゃん、普通。全くしない。みつるくんがダッシュしちゃったよ。ダッシュしちゃったよ。ダッシュしちゃった。なんかね、すげえ、どうなってんの、マジで。この技術力高っ。なかなかね、このみんなのサインがね、ちょっと浮き出てる感じがする。そうなの、なんかちょっと立体感出るよ。実際触った時もちょっとこう凹凸を感じる。うん、こう、本当に本当に、あ、感じる感じる。だからこう、本当だ、こうサイン部分はなんていうのこれ、上からね、こうしっかり塗装されてる感じで、そうそうそう、なんかね、まあもちろん印刷ではあるんだけど、ちょっとちゃんと本人が書いてくれたみたいな表現方法になっていて、うん、ちょっと上がるね。これは欲しい。見てよ、ともやくん超かっこいいんだよね。6周年ってさ、なんかみんなちょっとさ、攻めた顔してんじゃん。これがいいよね。はい、合わせて50だね。50、はい、うん、ということで皆さんぜひぜひ揃えてくださいね。ください、ね、メダルお願いします。お願いします。続きまして、グラコレパシャッツ、パシャッツ ES6S アニバーサリーということで、これ見て、ちょっともうもうさ、もうこれよ、これよ、カードゲームみたい。すごい、アイドルたちのサインがグラフィカルにあしらわれた、一つ上の満足感をお届けするグラコレシリーズのポラロイド写真をイメージした新スタンダードアイテム、パシャッツ。印刷技術だけでなく、材質や仕様にまで徹底的にこだわった魅力あふれる新しいコレクションアイテムです。ぜひ近くで見てみてくださいとのことで、近くで見ようじゃん。何？いやー、しのぶくん、あ、いやー、これ欲しい。すごい、なんかもうさ、なんか何これ、なんか、あ、ちょっと伝わんないかな、これ本当にこう写真で撮ったやつの感じなんだよね。こちらもですね、先ほどご紹介しました缶バッジと同じく、うん、あのサイン部分がね、あの浮き出てる感、書いてる感、本当だ、本当だ、再現されてる、書いてるわ。このゴールドのマジックで書いた感じするね、あるよね、ゴールドのマジック。あ、すっご、あ、なにこれ、はぁ、すげぇ、はぁ。俺最近さ、あの第1回で、あの紹介した私物のさ、あのともやくんのアクリルスタンドあったじゃん、スマホ系、スマホスタンド、うんうん、あれに最近こういうのをこう置いて置いて、日替わりでこうさ、そう、違うものを置いて、なんか毎日違う絵柄を楽しんでいる。そうそうそう、なんかね、いいよね、そういうの。どこに置いてるのそれ。俺の、あの、起きたらすぐ目の前にある、ちっちゃいちゃぶ台。起きたら、はい、ちゃぶ台、あの、ちゃぶ台、あの、うちの部屋狭いから、あの、ちょっとそんなこと言わなくていいんだよ。運動するときは片付ける、ね、運動するときはこう片付けるんだよね。そう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 、どうでもいいわ。言わせたんじゃん、今言わせたんでしょ。こちらも例によってランダム封入です。いやー、この背景がさ、みんな統一ね、赤で、確かに確かに、ゴールドペンで書かれているので、サインがね、あ、ほら、かわいい、高級感、周年グッズって感じで、ね、すごい記念になると思います。いいと思いますわ、ね、はい、ということで次が ES6S アニバーサリーポストカードセット。ポストカード特製ボックス付き、ちょっと、いや、すげえよこれ、これすげえよ。これすげえんだよ。いやー、このサイズ感、わかる、はい、ありがとう、半分もらった。見てよ、このサイズ感。いやポストカードっていいよね。これってさ、うん、あのハガキと同じサイズですか、ね、うん、ハガキと同じサイズ、うん、ポストカードって絶対こうハガキとして使わないよね。ポストカードってハガキとして使わないよね。まあ、サイズ感の話ね。そうね。これさ、うん、いや、私このさ、ちょっとくすみがかった、うん、やーやー、お兄ちゃんふわっとしたさ、わかる、なんか印刷感っていうの、なんだろう、このポストカードっていう、わかる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 、さっきのさ、質感のツルツルした質感も良かったけど、この紙の手触りもさ、うん、あったかみを感じるよね。そうなの、ザ・ポストカードってちゃんと意識されてて、いいよね。でも、はい、来ましたよ皆さん、ここね、下に
本当だ。ユニット名がね書かれているんですけれども、こちらも6周年ということでね。はあ、すごいわ。ちゃんとゴールドで豪華に仕上げていただいておりますよ皆さん。今回そのユニットごとにさ、背景はさっき赤一色だったけど、今回はユニットごとにさちょっと色合いも違って、なんかまたちょっとさ違う印象があるよね。これさ何がすごいってちょっとね聞いて聞いて。これ全50種なんだけど、まあ10枚ずつ販売なんですけどね。お好きな10枚選べるんですよ。あら、選べちゃうんですよ。よかったね。選べちゃうんですよ、やっぱね。なんかほらちょっと前にさ、やっぱ選べるやつっていいよねって話をしたと思うんだけど、あれを踏まえてくれたんじゃないの、もしかしたらさ。選べちゃうんですよ。まあね、選べるね、喜びもあるし、ランダムのねドキドキもそれぞれいいとかがありますので、今回こちらのポストカードはお好きなものを事前に選んで、はい、さらにそこにですね、今回皆さん特製ボックスということで、すごいしっかりしてるじゃんこれ。はい、こちらがこのね、しっかりとしたペーパーの、高級感のあるペーパーのボックスとなっておりますよ。なるほどね。こちらに10枚入った状態、はい、はい、これと10枚入ってセットでこちらが届くということですね。でも全部欲しい人はこれが5個くるわけね。これね、あのちゃんと全て入るサイズ感となっておりますよ皆さんね。でも10枚で1個ついてくるかな、こんな感じよはい、これもすごいね。なんかあ、ちゃんとこうユニットごとのさ、このシンボルマークがね、あ、こう細かく書いてるの。これ多分ね、これじゃ伝わんないんじゃないかな。みんな見えるかな、伝わるかな、見えるかな、ね、こんな感じ。そうすげー。ポストカード、最近俺ちょっとポストカード好きなんだよね。飾っちゃう、飾っちゃう、アクリルスタンドに日替わりで飾ってる俺ね、あのね、なんかポストカード入るさ、小さい袋あるじゃない、これくらいのあれにこうガッて入れといて、毎日こうやってこうあチェンジして1枚ずつ出してる。なるほどね、なるほどね。いいよ、これおすすめだよ。だそうです次行こうぜ。あ、ちょっと皆さん、これ見覚えあるんじゃないですか。これあれじゃないの、あれじゃないの、6周年の生放送のね、我々のお話団のコーナーで、そう、紹介したやつ、検討してたやつだよね、いただいたやつですよ。なんかね、前のね、配信番組収録した後、もうすぐにさ、実際の制作に取り掛かったらしいです、アニバーサリーロックマスキングテープですよ。はい、まずね、こちらマスキングテープの方、そう、採用してくっつかということで、いやー、こちらはですね、ちょっとね、セットになってるんですけれども、この組み合わせは、あ、ちょっとピンときた人いるんじゃないですか。こちらがクレビとナイツ、クレジービートナイツの組み合わせになってるということで、この組み合わせはつまり SS の予選でぶつかり、バチバチぶつかった人たちの組み合わせがこう販売してるわけです。そう、こちら、SS 戦でぶつかったユニット同士のセット2種類入ったものが全部で7種ですね。こちら自由にね、全14ユニットありますので、そう、いやー、例えばポストカードセットのやつ、あれとかにさ、これペタペタしてさ、ユニットごとにこう分けていくと俺いいと思ったんだよね。あー、なるほどね。そうそう、結構白でさ、多分ね、白かったのってさ、あの装飾してくれっていう意味だと思うんだよね。違うかな。あー、そう、鋭いです。あ、今、あ、そう、鋭いです、あ、そう、鋭いです、朝倉くんからいただきました。はい、やっぱそうですよ。確かにね、さっきのあのポストカードの特製ボックスですね、まあ裏面とかね、あの自分の好きなところにデコってもいいし、ちょっとさ、私さ、前ちょっと触れたんだけど、何？これ使っていいですか？いいでしょ、はい、スマホケースに貼ろうかなと思ってたんでね。楽しみ楽しみ、ちょっといいね。はい、ちょっとね、やってみたかったんだけど、マスキングテープ、私スマホケース、これ私物なんだけど、スマホケースに可愛い水だな、貼ってみたよ。すごい、てかそもそもセンスがあるね、可愛くない。え、なんで交差させたの、すごくない？こちらすごいアルカロイドとね、トリスタの、あるかとトリスタの貼ってみたよつって、こちらね、まあ、いろんな使い方できると思います、マスキングテープ。あのさっき言った、他の、グッズに貼ってもいいし、自分の私物のね、いろんな、まあ
貼れるもの、まあ、テープだからねちょっと貼れるもの限られるかもしれないけど、うん、うん、いややっぱ使い道が多いんだよねマスキングテープ。そうなの、ぜひこちらねゲットしてほしいわ。いやおすすめです、これいろんなものに使えると思います。思います。はい、続きまして、はい、デコレーション隠し棒ポーチ。隠し棒ポーチ、隠し棒って何？隠し棒加工を施した、隠し棒加工、隠し棒加工ってあるんだ、高級感のあるポーチです。光沢があるね、裏面がクリアになっているためライブやイベントシーンでも大活躍。なるほどね。お好きなアニバーサリーロックストラップと組み合わせてあなただけの推しポーチを作れます。アニバーサリーロックストラップ、ロックストラップ、どっかで聞いた覚えがあるぞ。これのことじゃない？はい、ということでこちらもですね、こちらもですね、前回生放送でご紹介させていただきましたロックストラップ、アニバーサリーロックストラップ実現実装ということで、ね、全14種類全ユニットのものご用意してます。こちらのね隠し棒ポーチにつけていただいてもいいし、皆さんがお持ちのバッグですとか、生放送でもねちょっとご紹介しました、まあ、ぬいぐるみとか、うん、ね、はい、いろんなグッズにデコっていただいて楽しんでいただける商品となっておりますよ。すごい、ストラップもしっかりしてるからさ、俺みたいなガサツものにもちょうどいいよね、うん、ちょっと光沢感がある。確かに手触りいいよね、うん、こちらもやっぱ周年グッズということで高級感出ておりますよ。この隠し棒ポーチの説明をもっとしたいんだよね、俺開けてみたいんだよね。どうぞ。これさ、まずさ、そうなんだ、ここのさ、早く早く開けて、いやちょっと待って、この透明な部分ってさこっちから入れるんだ。あ、こっちから入れるんだ。へえ、そういうもんなんだ。こちらにね、あのクリア、そう、部分にいろんなグッズ入れていただいて、すごいじゃん。ちょっと気になったこれ、なになに、あのね、本当にねアンスタのグッズ細かいだよ、ここあの、うん、今クリアの部分開けたんですけど、うん、この裏側にね、本当だ、あの周りの人には分かんないんだけど、こちら、あ、書いてる書いてる書いてる、もう使用してるね人が、あって楽しくなるような幸せになるような、すごい、中にもね、ちょっと分かりづらいかな、こんなとこに文字書かないじゃん、だってちゃんと、え、なんでここに入れたの、すごくない？アンサンブルスターズということで、いい発音だわ、入っておりますよ。あー、すごいな。ちょっとさ、このクリアの部分に、うん、バッチとか入れてみようよ。バッチ入れよう、入れよう。はい、ちょっとねバッグにクリア部分にグッズ入れてみた。頑張って入れたよ。さっきのね、紹介しました、逆さまになっちゃった特集記念の缶バッジとポストカードを入れてみたよ。あ、でもやっぱすごい映えるね。よくない？すごいね。よくない？よくない？なんか予想以上に映えてる。この黒っていうさ、きっとこのさ隠し棒加工がさちょっと映えてるんだと思うんだよね。はあ。でストラップも自分色にして、あ、やだ無限大じゃない。ねえ、うん、自分だけの隠し棒ポーチ作ってほしいね。来ました、来ました、アニバーサリーロックソックス、ソックス、これあれじゃん、ったか、これこれ開けたいんだけど、開けていいよね、開けたいよね、はい、開けよう、いや開けよう、ちょっとかわいいよ、すごい、ほらほら、うわ、またさちゃんとこうファブケーキのところがさユニットごとのカラーになってんだよね。こういうところもすごいしっかりしてる。かわいいこれこっちもかわいい、かわいい、あ、ついてんじゃん、ちゃんと、いや、これさ、あの6周年の生放送の時にも触れましたが、うん、ほんとね、うん、あの一見してめちゃくちゃ、え、どこのブランドみたいな、ね、超かわいくないって盛り上がるやつですよ、やつやつ脱いだ瞬間ちょっとバレるね靴を脱いだ瞬間ちょっと見えちゃうね、脱いで、あっって言ってすげえ。例えばじゃあトリックスターなんかはほらこんな感じなの、いや可愛い、トリスターめっちゃ可愛い、めっちゃ可愛い。でも黒もやっぱかっこよくてさ、可愛くてかっこよくて、これでもあの本当ユニセックスで、うん、あの女性も男性ももう可愛くかっこよくね履けちゃうわ、ね、これだけデザインあるからさ、なんかあれだよね、日によってもさ気分によっても変えられるし、うん、
例えばガチャ引く時とかはさ、やっぱりこの靴下を履いて気合い入れようっていう時もあるじゃない。そういう時にも使えるよね、だいぶね、あの触れましたけれども6周年コーナーの方でもだいぶの気合い入れていくよって時に ね、足元までね、ね、大事よね。俺ガチャって言っちゃった。いや、ガチャの気合い入れるんだけどさ、ガチャもガチャいいんじゃないですか。幻覚着にぜひ履いてく、全身押しで固めら出るかもしんないじゃない。ベースはね、白黒で展開されているんですけど、あの白とかさ、もう冬場にはぴったりですよ、皆さん。そうだよね、もう見せたくない。アンデッド、あ、いいね、アンデッド、アンデッドかっこいい。紫かわいいな。一番日常的にも履きやすい色合いだね。そうだね、落ち着いてて、そう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 、すごいわ。クレイジービーもいいよ。あ、おしゃれだね。このやっぱこうワンポイントのさ、ユニットカラーがちょっといいね。うん、ワンポイントでこれアンドインクすげえいい。赤ツキ、あー、映えますわな。わっ、ツインク、ツインクすげえ可愛くない。すごい、なんかこのビビットカラーと黒のさ、色合いいいよね。映えわ。はい、こちらも、好きなものをね、ご購入いただけますので、ぜひぜひご検討いただければと思います。はい、靴下がさ、ランドマークで面白かったよね。はい、ということで、さらにさらに続きますよ。こちらは来ました、聖書なりノート特製バンド付き。これもさ、いいやつだよね。すごい、なんかこんなに、ちょっと俺サイズ感イメージと違って、ちゃんとした大きさがあってさ、すごい使いやすいよね。いやー、このいや、ね、すごい、すごいわ。伝わる、このキラキラのやつ、レインボーのね、そう、あ、伝わりそう、伝わりそうね、高級感ありますわ。これさ、またさ、俺ちょっとね、思ったんだけど、この横からさ、見た時のこのさ、髪のさ、なんていうの、側面、側面にもさ、ユニットごとのカラーがさ、あしらわれてんの。中はね、ほら、白いのにさ、ここだけ色ついてんの。かわいい、すごくない、すごいわ、かわいい。あの、かなりボリュームあって、このリングの部分もね、ビッグサイズで作られてるので、すごいおしゃれだよ。はあ、すげえ。俺ちょっとごめんな、説明してくれてる、ちょっとごめんな、ちょっとこっちでいい、バンド外して、ちょっとめくってみて、ちょっとめくってみて、次めくってみて、次めくって、うわぁ、なそうでしょ、びっくりした。ちょっと俺もちょっと心臓がやばいから、マジか、びっくりしたわ。これは買ってからのお楽しみ。見せよ、いや、見せてあげるよ、はい、こちらですね、なんと、開いて、うん、1ページ目にアイドル各ユニットメンバーそれぞれのサインが、サインしてくれたんだ、入っとるやんけ、サインしてくれたんだ。あれか、ミュージックのお仕事で見るやつだわ。サインしときましょうね。うわ、これは、すげえ嬉しい、これ。いや、マジか、こんなことしちゃうんだ。やりますな。さらに一番最後にね、クリアポケットがついててさ、あ、これこちらね、サンプルなんですけれども、こんな感じでポストカード入れられる仕様になってます。なるほど、まあ、ポストカードに限らないんだけど、さあ、ね、ここにグッズとか入れたり、まあ、実用的な話をすればね、なんかちょっとしたメモとかも入れられるわけでしょ、うんうんうん、はあ、こんな、はい、こちらのね、全14種類、ご選択式なんですけれども、特製バンドがね、各ユニットでついておりまして、いや、ちょっとさ、この、なんですか、クレビのステーショナリーのものにガルカのね、バンドをつけちゃったりとかね、いろんなユニットのね、罪深いことするじゃん。すげえ罪深いことするじゃん。はい、バンドね、重ねちゃったりなんかして、みんなね、やめろ、推しユニのね、バンド揃えていただければと思いますよ。天才かよ、すげえ、頭良すぎる。やべえ、楽しい。はい、続きまして、アニバーサリーロックスマホベルト、きた、これは、これは
これまさしくあれじゃないですか。あれちゃん。あれじゃないですか。はい、こちら全14種類、こちらもユニットごとね、好きなものを ね選んでご購入いただける。ね、詳細商品化しました。点点点ビックリマーク。ありがとう。もう商品化。これ欲しかった。欲しかったよね。今この元気が良かった。じゃあクレビちゃんのクレビちゃんが暴れバンド。先ほどデコりました私の。はい。こんな感じ。はこんな感じ。しっかりじゃんね。ちょっと通してみてよ。こんな感じね。手通してみてよ。手通してみてよ。手通してみてよ。これ絶対落とさないよ。これ絶対落とさない。これ落とさないね。これも落とさないね。これ落とさないわ。すごいね。でね、まあベルトですので、ここでね、はい、長さを調節できるのかな？できるできる。手のサイズがすげえ大きくても大丈夫。これ良くない？あ、でもなんか自分のさ手に合わせたフィット感にできるって。いや。あ、よく考えるとすごいね。やっぱさフィットさせるのが一番大事じゃんこういうのって。すごいわ、すごいわ。俺ね結構ねこれ重視することがあって。これ立てかけられるかどうか、実はねスマホリングってすげえ重視するの。これね内心できねえだろうと思って。あ、今ねちょっと見たぞ。そうできんのよちゃんと。多分これ、ね、想定してないと思うんだけど、想定してないと思うけどできてすごい安心した。まあ確かにね。え、だってこう立てかけられるのって大事じゃない？大事大事、ね、まあ、スマホリングってスマホリングももともとそういう用途かどうかわからないけども立てかけられるじゃない、まあ、きちんとねこういう風に、まあ場所にあるかもしれないけどね。そうそうそう、ますけど。いやすごい、安心したわ。これは私買いたいと思います。え、これは本当に欲しい。あのスマホリングだとさ、あれ、まあ、スマホに使うしか無理だと思うけど、ね、ほぼね。わかるわかる。これってベルト、これさ、なんか使えそうじゃないですか。他のさ、そう、他のなんかにも使えるよね。あのグッズにデコったりできそうだよ。なるほどね、うんうんうん、グッズにデコるってなかなか頭いいよね。続きまして、またまた前に企画があったやつだよ。かわいい。アニバーサリーロックピックチャーム。はい、ロックピックチャーム出た、ね、はい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 、はい、やっぱ6周年のロックがさテーマだからこういうのもどうかなって、まああったんだけど、実際ちゃんと作っていただいて、このいっぱいついてんだけどさ、やっぱこの横にピックケース、横にスライドすると中のねこのピック飾りじゃなくてちゃんとこう外れるようになってんの。かき鳴らしちゃう、かき鳴らしちゃう。ピックね、あのこちらあの放送の方で紹介した通り中の方がちょっと取り外せるようになってるんですけど、すごいね。実際ちょっとまだ試作品で、実際はもうちょっとここから調整するらしいんですけど、うん、やっぱこうちゃんとピックとして使える形になってるわけですよね。実際には厳しい、保証はしてないですね。保証はしておりませんが、やっぱりピックの形してるんでやってみてほしいですね。わー、かわいい、すごい。あ、何かわいいことしてんだよ、何かわいいことしてんだよ。あ、手に持たせんの頭いいね。今日天才のとこいっぱい出すじゃん。かわいいね、このすごさ。ラーメン、確かに。いやーラーメンよ、キラキラしてるの。かわいよ、すごい。やっぱりこのアクセントとしてカバンにつけとくだけでもやっぱちょっと目を引くよね。いやね、そしてほら結構でもほらこのこれもさ何にこう渋いのよ、ちょっとかっこいいの、ね、このピックだけじゃなくてね、そうしっかりとこの6周年記念っていうね。でもちょっとだけ主張が激しい気も俺したのね。そんなことない。なんかほらカバンとかにさあるとねガチャガチャしちゃうかなと思って、これ ね取り外しもできるの。そうだね、そうなの。こんな感じでさ、ちょっとこうだから自分のさ身につけるものに合わせてカスタマイズっていうかな、できちゃったりするわけよ。取り外しができるということは取り付けもできるということ。そういうことだよ、はい、だからここにさらに他のグッズとかをプラスして、ちょっとさいろんな、はい、はいはいはい、カスタマイズしたよ、はい、カスタマイズしてみたよ。じゃじゃーん、迷いくんとともやくんの同室コンビにしてみたよ。
いやということでね、いっぱいつけれますよ皆さん、ねね、まだまだここにもつけていけるしね、うん、こちらが、ファブケイクのアンスタ6周年グッズ特集なんですけれども、はい、すでにファブケイクのウェブサイトで通販受付がスタートしているみたいなので、ぜひチェックしてみてくださいね、はい、そしてね、この配信が終わった時にすでに公開されているホームページかなのね、商品情報コーナーがちょっとこう更新されるんですけど、我々がこの実際にこのグッズを使ってみたね、ちょっともうモデル的なねことをやらせてもらっておりますのよね。ねえ、ね、いいのかって思ったけど、ちょっとね、ぜひともやくんのページで注目してみてください。千春さんのページ楽しみだね。きっとね、ブレてないかね、心配ですけども。あ、ごめん、ちょっと気をつけたんだけどね。ブレてたら察してください。はい、主にね、身につけるものなどなどね、そうそう、を中心に私たちがご紹介させていただければと思っておりますので、うん、こちらファブケイクさんのホームページ合わせてね、グッズ等々チェックしていただければと思います。はい、続いてご紹介するのはこちらになります。カフェシナモン新着グッズ特集。おー、カフェシナモンのグッズ。まずはまずは番組冒頭でもちょっと出てきましたけども、フロストボトルからいきましょう。お、フロストボトル、フロストボトル来たぞ。これね、可愛かったよね。可愛かった、冒頭で見せたの。そう、こちらがですね、フロスト加工のね、そう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 、わかるかなみんな、ね、ちょっとこうぼやっとしてる感じだよね。ぼやっとしてる。え、ぼやっとしてる。もこっとしてる。もこっとしてる。雪のさ、霜な感じだよね。そう、あ、よかった、やっちゃってできた。そうだよね。わかるかな、このなんか、やっぱこの季節にぴったしのさ、なんかおしゃれな感じするよね。確かに ね、冬感ありますけれども、ね、結構、まあ、容量、これ容量は 500ml かな。うん、500ml って書いてた。 500ml、うん、最近だとお弁当の機会も増えたと思いますので、ぜひぜひ一緒に使っていただければと思います、ね、まだ今回商品こちらだけじゃございません、はい、同じくつい先日追加になりました、これじゃじゃーん、オリジナルブランケットです。いや、これからの季節ね、嬉しいよね。ちょっと触ってみて、触ってみて、手触り、ほら、すごいのよ。すこすこすこって現実で久しぶりに聞いたわ。へぇ、すごい、もういいね。カフェシナモンのロゴと、すごい、ここね、ピロピロ取ってちゃん、あ、取ってって、このピロピロ取ってちゃん、なんと、何これ、何これ、できるように、収納できるように、マジックテープでね、収納できるんじゃんってんだ、はい、なるほどね、つくようになってて、あ、収納のことまで考えてんの。カフェシナモンってすごいね。すげー、はい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 、こんな感じかな、持ち運びできちゃうじゃん、収納できちゃうよ、カバンからこれ出てきたら大丈夫だね。まあ、もっとね、コンパクトにもまとめられると思うし、ちょっとね、この肌触りいい部分ね、やっぱりさ、ほらね、いや、わかる、これもう見ただけでわかるよね、あ、絶対気持ちいいやつだってね、うん、すごいもんだって、すごいわ。いや、やべえ、なんでこんないいもの作れるんだろう。すげえ欲しいな、これ欲しいね、欲しいね。やっぱね、お膝が冷えちゃうとさ、この季節体も壊しちゃうじゃない、やっぱこれで暖かくしてミュージックやろうって話だよね。チャブ台で、チャブ台で加湿器置いてっから、はい、サイズ感ですね、ちょっとざっとですけれども、結構あるよ、結構あるね、うん、結構あるね、これはぜひね、これからの季節へ、ね、重宝すると思いますので、思います、はい、はい、そしてそして、まだまだこれだけじゃございません、なんとですね、ね、先日追加になった商品は以上なんだけど、うん、実はね、今日もう一つあるんですよ。いや、ついに来ましたね。そうそう、今日がね、情報解禁なんですけども、これはじゃ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 、待ってたよ、みんな待ってたんじゃないですか、めっちゃ気になってた、これだよ、はい、どん、こちら ES アイドルソングスシナモンアレンジセレクション、はい、こちらカフェシナモンの店内で流れている特別なね、そうなのよ、そうなのよ、早速開けちゃいましょう、ね、ちょっとシナモンの方にね、そうそうそう、ご来店いただいた方はもしかしたらね、あってなる方も思うんですけれども、そうそう、こちらね、アンスタの楽曲をジャズ風に、うんうん、
ジャズ風なの？ジャズ風なんか俺も喫茶店風って思ってた。なんかね、そうちょっとねあれおしゃな感じで、あのアレンジしたものが流れているんですけども、流れてるんですよ。こちらが今回まさかの販売だよ。CD として発売されますよ。やっぱりさ、自分たちも俺行かせてもらった時に店内 BGM 初めはさ、あれって普通のなんかおしゃれなやつ流してんだろうなって思って、よーくふっと聞いたらさ、知ってるメロディーって。そうなの、めっちゃ感動したの。もう初めからさ、これ出さないんですか出さないんですかって言ってたんだけど、ついに来たよね。これちょっとみんな見て、ちょっとこっち見せ、見てよ見てよ、なんかあるこのレコードの感じ。レコードね、レコード感。本当はあんま良くないけど、ちょっとさ、ちょっとだけ触らせて、ほら、なんかね、レコードのザラザラ感がさ、まさか再現されてるっていうさ。そうなんだよ。いや、もうずっと今日そうだけどさ、こんなところにまで力入れるって部分にさ、ちゃんと力入れるじゃん。はい、これすごいよな。はい、そして注目してほしいのがね、もう一つありまして、これはね、こちらね、歌詞カードなんですけれども、歌詞カードっていうか、まあ、あれね、ラインナップというかラインナップなんだけど、なんていうのこれ、セットリスト、わかんない、トラックリスト、そうそうそう、トラックリスト、トラックリストなんだけど、はい、こちらね、ちょっとね、あのまだこちらは、まあ、手に取っていただいた方に中身をお楽しみいただきたいんですが、注目点がありまして、何、はい、こちらですね、各楽曲アレンジしてくださった編曲家さんの、うん、はい、コメントが載ってる、載ってる載ってるんです。あ、すごい、なになに、ちょっと私が好きなね、うん、あー、なるほどね、あー、やっぱそれぞれのこだわりを感じるね。あ、いや、なかなかね、ないと思うんですけど、そうそう、編曲家さんの、ね、コメントに触れる機会って、あ、ちょっとスイッチならではの世界観とかいうワードが出てきてるわ。はい、ということで、こちら各、ね、編曲家さんたちのコメントと、皆さんおなじみの、ね、クアピーからのコメントを載ってたりなんかして、楽しみにしていただければと思いますよ。ね、でさ、やっぱせっかく CD があるからさ、ちょっとさ、こう曲当てゲーム的なものやろうよ。これ結構さ、正直結構変わってんのよ、アレンジが素敵すぎて。そうなんだよね、正直俺もそんな自信がないんだけど、受けて立ちますわ。ちょっとやってみようぜ。はい、ということでね、ちょっと曲当てゲームやりますか。ね、分かったらね、どんどんこう曲名言ってく感じでいきましょう。いや、ちょっとこれは私、自信ない。いや、俺もね、ちょっとね、曲名だけちょっとさ、出しておこうぜ。ちょっと、ね、ここに見えないです。ね、これならほら、じゃあ俺はあんま見ないから、それ。よし、これでいこう。よし、どんと来い。じゃあ行きましょう。はい、せーの、イントロカンダドン。なんだニットカン。え、ちょっとね、かかってる、ちょっとね、ちょっとね、メテオレンジャー。そうだね、メテオレンジャー。メテオレンジャーじゃない、メテオレンジャーだった。メテオレンジャーのさ、これはイントロで合ってだった。あのさ、この明るいさ、元気になる曲がさ、こんなさ、ちょっとしっとりというかさ、ちょっとね、こ細かくウキウキする感じになってんの、すごいね。あのメテオレンジャーよくない、これ。あのシナモンにね、ご来店がまだの方は初聞きだと思うんですけど、ね、あら、贅沢じゃない。いやちょっと聞いちゃったもんね。めっちゃ良くないですか、これ、ね、はぁ、はい、ということで、2曲目いきますか。せーの、イントロダンダン。え、ハニーミルク、え、え、なんだろう、出てる出てる。え、ザ・ジェネシスじゃない？そうだよね。でもさ、なんか自信が持てなかった、あまりよ。あ、見てよ、ちょっとだけ言うよ、どの曲のアレンジか分かりづらいかもしれません。もう楽器構成でもね、なんであってなったのかっていうと、うん、あのミュージックで、わかる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 、ミュージックでね、なんか実装されて、もう今ね、あのノーツが、そう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 
そうノーツが出てきて、わかるということで、はい、こちら ね、カフェシナモン BG シューの発売日なんですけども、12月1日からカフェシナモンにて販売予定です。はい、こちらぜひゲットしていただきたいと思います。はい、以上カフェシナモングッズ紹介でした。お話団ということで、アンスタグッズお話団おしまいのお時間です。はい、毎度毎度あっという間ですね。本当だよ、もう気づいたらさ、あっという間にエンディングトークなんだよね。はぁ、今日どうだった？いや、わかるよ、いいグッズがいっぱいあったもんね。ねえ、いやでもさ、いつもそうなんだけどさ、本当にさ、やっぱ実物を目の当たりにすると、テンションめちゃくちゃ上がっちゃうんだよね。そうなの、なんかね、あのまあありがたいことに私たちが一番最初にね、ユーザーとしてね、あのグッズに触れさせていただいているんですけども、本当にね、どれも品質も良くて、おしゃれで可愛くてかっこよくて、もうね、全部ね、みんなに手に取っていただきたいっていう商品ばっかでね。みんなさ、俺がさ、あいつまたあんなに騒いでるよって思ってるかもしれないけど、みんな実物を手に取ったらこうなるんだって。みんなこうね、な、心の中はね、あれあ、いい大人だもんね、みんないい大人はね、心の中で、うん、あんま関係ないかな、いい大人と大人子供関係ないから、なんでだよ、あれ楽しくなっちゃうよね。まあいいや、じゃあね、ということで、ね、本日はここまででございます。今後もね、いっぱい、バブケークさんもね、ブランド立ち上がったということで、グッズ展開されていきますので、ぜひご期待いただければと思います。他もね、ぜひお楽しみに。はい、それじゃあ、せーの、お話だんだん、ではでは、またね、バイバーイ、バイバーイ、はい、お話だ、物語がめちゃくちゃ良くて、なんか途中からもさ、なんか、あ、アイドルのみんながお芝居してるなっていう気持ちじゃなくて、号泣だよね。え、どうでしたか、そのゲームの方でさ、一応スカウトもあって、そのストーリーもさあったわけじゃない。そうなんだよ。そっちと、あの実際のその舞台の方のストーリーっていうのはリンクしてるっていうか、ちゃんと再現とかってどうでしたか。そもそものゲーム中のドラマティカのテーマスカウトって、どうしてこの配役になったのかっていう前日端的なところがあってさ、だから、まあ、トモヤ君がどうして出てこなかったのかとかね、そういうところもちゃんと描かれてるんだけど、このさ、ゲーム中のテーマスカウトもめちゃくちゃ良くてさ、俺行く前と行く後に2回読んだんだけど、すげえんだよ、アンスタってすげえんだよ。あのね、この前日端になんか大事な、そう、ドラマティカの実際の舞台の舞台に出てきた大事な要素の伏線がゲーム中の方に出てくるのよ。あー、なるほどね。じゃあやっぱりあのゲームの方のね、あのストーリーも、そうなのよ、これ実際にそのチェックできたらね、あの知りつつ舞台も見つつだと、より楽しめる内容になっていく、ね、こういうことが前日さんにあったから、舞台のあのアイドルたちはこの芝居できたんだって思うから、これ本当に思うから、マジで、なるほど、ね、マジで、そう、なるほどねって言って、ああいうことしてきたんだって思ってさ、まあ、舞台のね、ちょっと何シーンかは今 YouTube の方でもね、あの上がっていてチェックできるようになっているので、ね、気になった方、ね、ぜひぜひ、今後のね、あの展開などなどありますので、ぜひチェックしてみてください。お願いします、ね、今こんな感じで熱くちょっと感想を語りましたけども、はい、こういったフェアリーが、あの SS 編、あのメインストーリーの第2部だね、2部の方の SS 編を語ろう会っていうのを、今の別のなんていうの、あれ、番組、うん、番組、配信番組でやってますので、うん、こちらもぜひよろしくお願いします、うん、こんな感じだなって見たよ、SS。 あ、本当に、うん、ありがとう。もうさ、はしゃぎすぎて何言ってるか分かんなかったわ。それいつもだから大丈夫ですよ。分かる。お話だ。ここからは入団勧誘タイムのお時間ですよ。皆さん、ちゃんと登録してくれていますか？ダーン、ダダーン、やだやだ、俺だけ恥ずかしいじゃない。爆弾岩だ。やめろ。いいのか、爆弾岩。はい、ということで、はい、入団勧誘タイムのお時間です。なるべくね、あの本人映ってる時は、うん、ちょっと声変えていこうと思って。
気を使ってるんですね。気使ってるよ。はい、ね、二人とも可愛いよ。ありがとう。もう照れんな。よし、で我らの団に入団希望の方はぜひぜひチャンネル登録よろしくお願いしたー。こっちゃった。コーナーコーナーコーナお願いします。隠してください。